最大勾配52度、21世紀建築の奇跡とも呼ばれているマリーナベイサンズホテル。三四建設は世界の建設会社の中で唯一、工事の全日程をわずか27ヶ月で完了させる最適の工法を提案しました。三四建設は最低施工金額を提示しませんでしたが、施工会社として選定され、工事を成功させるに至り世界を驚かせました。地上55階3棟、計2511客室、工事費だけでおよそ8億9000万ドルに達するランドマークプロジェクト。そして24時間体制で1日最大10カ国の6000人もの作業員が施工に当たったにもかかわらず、無災害記録1200万時間を達成いたしました。三四建設の先端技術力は韓国を超え、世界的な建設ブランドとして認知されております。三四建設は世界的な米国建設専門誌である ENR でホテル施工部門にて1998年度世界2位として取り上げられました。以来毎年上位にランクインする名実ともに海外高級建築の施工実績1位の企業であります。ドバイ三大ホテルのジュメイラエミリーツタワーズホテルとグランドハイアットドバイも三四建設によって完成されました。かつて世界最高層ホテルとしてギネスブックオブレコードに記録された73階建てのソイスホテルザ・スタンフォードを含むシンガポールの象徴であるラッフルズシティの施工に使われた工法は、現代超高層ビル施工技術の中核となっています。また三四建設はアメリカで韓国の会社が行った最初のホテル開発事業の1・2・3号であるマリオットホテルプロジェクトや、バリインターコンチネンタルホテル、ジャカルタグランドハイアットホテル、グアムハイアットリージェンシーホテルなど、海外の複数の最高級ホテルを施工してまいりました。さらにはシンガポールに初めて進出した世界的なラグジュアリーホテルである W ホテルとリテールショップのキーサイドアイル工事をデザイン&ビルド方式で単独受注するなど、世界的にも稀な1万3000室のホテル施工実績を挙げております。先端オフィス部門ではASEM会議の場所として有名になったサンテックシティ、シンガポール中心商業地域に位置する先端インテリジェントビルであるキャピタルタワー、インドネシア経済発展の象徴であるジャカルタ証券取引所やプラザインドネシア拡張工事などを手掛けました。また世界主要都市のランドマークビルや国内インテリジェントビルの幕を開けた新幹投資金融の社屋、美しい夜景が望める KT&G のソウル社屋などを施工し、都会のスカイラインを変えております。たった1ミリの誤差も許さない建築工事、先端病院建設。シンガポール人口の3分の1が生まれたシンガポール人のゆりかご、ニュー KK 病院。シンガポール神経科のメッカであり、総1189病床を持つシンガポール単独線病院、マレーシアのシラヤン病院など、韓国内外で8000病床以上の先端病院を施工いたしました。その他にもシンガポール国立体育館やクランジ競馬場、韓国最大規模のフォーシーズンリゾート地であり、2018年ピョンチャン冬季オリンピックのスキー競技場のあるヨンピョンリゾートやジョンジュワールドカップスタジアム、コヤン総合運動場など、さまざまなスポーツレジャー施設を施工してまいりました。大韓民国の土木建築大賞に輝く韓国芸術総合学校や国民大学などの教育施設や軍関係施設、宗教施設、ショッピング施設などでも三四建設は常に最高の評価をいただいております。三四建設はシンガポール建設庁が与えるグリーンマーク最上級グレードの認定を受けた世界最高レベルの環境に優しいアパート、オーシャンフロントコンドミニアムや、世帯別の分譲価格が550万ドルに至るピアスピラー、チャンイライズコンドミニアムのみならず、アメリカのカリフォルニアなどでもランドマークハウジング建設をしてまいりました。三四建設は1980年代からリモデリング事業に進出して以来、最高の実績と技術を誇っております。100年以上の歴史を持つシンガポールの歴史的建築物であるラッフルズホテルを、色あせた過去の設計図だけをもとに完璧にリモデリングに成功し、
ルイ・ヴィトン社が絶賛したルイ・ヴィトンのソウルニューコンセプトストア、韓国のナムサンタワーホテルをリモデリングした六つ星クラスのバンヤントリクラブ&スパーソウルなど最高級のリモデリング実績を挙げています。サンヨン建設は社会基盤施設やプラント、産業施設を建設することによって国家経済の発展に寄与しております。ソウル地下鉄9号線の高速ターミナル駅は地上にホテル、デパート、高速バスターミナルがある状態で、既存の地下鉄3号線高速ターミナル駅のわずか15センチ下で工事を遂行した世界でも類のない高難易度のプロジェクトでした。サンヨン建設は世界で初めて各種の先端工法を併用し成功させ、世界的に権威のあるイギリス土木学会においてブルネルメダルを受賞いたしました。他にもサンヨン建設はソウル地下鉄5、6、7、9号線とプサン、テグ、インチョン地下鉄など総延長30キロを超える実績を有する韓国の地下鉄施工実績1位の企業として知られております。2009年にはシンガポール都心の地下鉄921工区をデザイン&ビルド方式5億5000万ドルで単独受注しました。このプロジェクトは交通の流れを止めず、工事期間中に約50回も既存の道路を移設しながら工事を遂行しなければならないというシンガポール地下鉄史上最高難易度の工事でした。またキョンプ高速鉄道とホナム高速鉄道など多数の高速鉄道工事にコンソーシウムリーダー社として参加するなど、さまざまな鉄道工事を遂行しております。現在施工中のホナム高速鉄道には工事期間を画期的に短縮できる PSM 橋梁工法などの先端技術が適用されております。大韓民国の鉱山を貫くキョンプ高速道路、中部高速道路など高速道路建設においても業界最上位の実績を誇っております。さらにソウル外郭循環高速道路とカンビョンプンノの拡張、総延長2280メートルのハンガン最長の橋梁である金宝橋、クァンアンデーロ、ウンアム大橋、カトク大橋などもサンヨン建設によって建設されたものです。2008年には往復10車線の地下高速道路、マリーナ海岸高速道路の施工においてデザイン&ビルド方式を用いたサンヨン建設の技術力を買われ、約6億2700万ドルで受注し、1平方メートルあたりの工事費が62万7千ドルという記録を立てました。他にもインドで南北回廊など総延長270キロの高速道路、インドネシアの津波復旧事業の中で最大規模のアチェ道路、ベトナム海岸道路を手掛けるなど大規模なプロジェクトに携わっております。サンヨン建設は釜山港のコンテナ埠頭工事で建設施工部門において業界初の金東産業勲章を受賞した実績を生かしながら、インチョン北港、デポ港建設に参加し、パキスタンでカラチ港湾工事を遂行しました。また大韓民国の関門であるインチョン国際空港やキンポ国際空港など大規模の空港や、ボリョンダム、ベトナムのダミダムなどダム建設にも携わってきました。プラント分野では各種の高度設備が導入された S-OIL BCC、BTX 施設をはじめとするさまざまな石油化学プラントを建設し、インドネシアのタンジュンプリオクタンクターミナル、韓国最大規模の石油備蓄施設であるソサン備蓄基地、ピョンテク地上タンクなどの貯油施設の建設を手掛けてまいりました。インドネシアのスララヤ火力発電所、韓国のサンチョンポ火力発電所、チェジュ島風力発電所などの発電プラントや、世界初の陸上と海上をつなぐ345キロボルト4分送電線路など、大規模の送電施設分野においても様々な実績を有しています。250万人の1日使用量にあたる約80万トンの飲み水を生産する世界最大規模の海水淡水化施設であるサウジアラビアのジュベール淡水化プラントを建設し、さらには下水排水高度処理の革新的技術である化膜素材を独自に開発することによって、韓国内にて環境新技術に指定されている KSMBR 工法、エネルギー使用量を節減し処理効率を高めた EMBR 工法を開発するなど、環境施設全般においても優れた技術力を積んできました。また世界最大規模の年間セメント生産キャパ1150万トンを誇るサンヨンセメント東海工場など、産業施設においても様々な実績を有しています。世界三大エコ認証の一つであり、アジア中東7カ国にて認められているシンガポール BCA グリーンマークの最上位クラスの認証を受けたサンヨン建設は、アメリカのリード認証の獲得と震災性エネルギー、
ゼロエネルギー建築物の研究開発などを通じて低炭素グリーン成長時代の到来を早めることに寄与しております。さらには建設の全過程の情報をデジタル化した 3D 設計技術である BIM 時間の経過による工程や投入物量の算出までも可能になるようにアップグレードした 5D 設計方式の導入や大規模の国策研究の遂行、産学研の共同研究、専門研究人員の養成などを通じて最先端の建築技術の開発にも力を注いでおります。他にも韓国政府からはデザインに関する最高権威のグッドデザイン認証を2006年以来5年間連続計23件を獲得するなど独自のデザイン開発にも尽力しております。どの時代でもその時代を代表する名品というものがあります。サイオン建設は高度のバリューエンジニアリング能力と絶え間ない挑戦や創意力とともに世界が驚く最高の建設名品を作り上げてきました。これからもサイオン建設は品質最優先の企業哲学をもとに世界最高のグローバル名品の建設会社として発展していく所存です。